既存の事業に深く関わるような技術、極論するとその脅威となるような技術を、積極的にやってくれというふうに言われていて、最終的に目指しているのはエンドユーザーとの電話応対を自動化するソリューションを作りたいと思っています。その社会を豊かにするっていうパーパスを我々持ってるんですが、その社会に対して豊かさを提供しないんであれば、それはあまりやるべきではないっていうスタンスなんですね。Very excited to be at the forefront of this and really building together with Bell System the next generation of technology. コンタクトセンターでは、対応範囲の拡大やコミュニケーション手段の多様化、労働力不足によりその運営難易度が増しています。これまでも AI を使った音声認識やコード検索などの技術が活用されてきましたが、学習させる手間や業務特性との相性により限定的なパフォーマンスにとどまっていました。そんな中誕生したのが生成 AI。 自らアイデアやコンテンツを生み出し、これまで人間が実施していた考えるや計画するをサポートすることができる革新的な技術です。最新技術の活用によりコンタクトセンターにおける業務効率化や顧客の利便性向上をいかに実現していくか、そして人の働き方をどのように変えていくのか、ベルシステム24の挑戦に迫りました。今回の生成 AI は今までの AI と違って何かを新しく生み出すっていうところが非常にこう非連続なこう進化を遂げてまして、今までこう人間が得意としてたことをできてしまってるっていうのが、我々ちょっと影響を受けるかなというふうには思っています。今まではこう人間が理解をして、で人間が分かりやすく表現を変えてこう価値を高めてたんですけれども、それができるようになったのが非常にこう脅威だなとは感じております。それを取り込むことをやっていくのが私の立場ですし、私の下にこう、ICSL ソニーさんとやってるものであるとか、先端研っていって、そういう部署も置いてるんですけれども、そういうことをやっていくのが、我々の方針で、新しいモデルをそれとともに作っていくっていう、そういう方針ですね。 In generative AI we can actually create new images that were never there before in the worldIt's like a kind of Photoshop artist AI or something like that, where the AI is not just understanding the image, but actually creating the image itself. And this applies not just to images, but also to language, right? So where ChatGPT, for instance, is basically creating new language in response to some question, a kind of chatbot. But the language that was created isn't just something pulled from the internet, but it's like newly constructed to answer the question.And the potential of generative AI is much larger than what we've seen before in terms of the impact on the technology itself, but also business. Everyone can be able to work in the society, and one or more of the communicators can be able to work in the call center. The training center for the skill training center, SUDACHI. Bell System 24,巣立ちで行うロールプレイングなどの研修に生成 AI を活用する取り組みを始めています。経験がなかったとしてもしっかりと入り口で育成をすることによって現場で活躍ができるような人材に育てていくというところが一番最初のきっかけです。そういったところからこう現場に入る前の段階でのコールセンターの基礎、必要な知識スキルというところを落とし込んでいくということを始めたのが一番最初の巣立ちのトレーニングです。コールセンターの電話応対ってお客様に必ず聞かなければいけない項目があったりとか、必ずご案内をしなければいけない項目っていうものが、やはりこう自然なトークの流れの中にもいくつかルールがあって、そのルール通りに言わなければいけないことが言えているのか、振り返った時に、あ、ここで謝辞が言えてなかったな、ここがヒアリング漏れていたな、案内が漏れていたなというところが自分でチェックができるというところはすごく画期的でいい取り組みかなと思います。
まあ、元々は私がそういう生成 AI を使った、語学学習アプリみたいなものを使っていて、それで英語のスピーキングを勉強してたっていうのがきっかけになってて、でそのアプリではその様々なシチュエーションの中から一つ選んで、そのトピックに合わせて、まあ、ボットと会話することで英語が学べるっていう形になっていたんですけれども、同じ仕組みで、ロールプレイング、研修生の人たちがロールプレイングの内容を学ぶことができるんじゃないかと思ったのが、そもそもきっかけです。既存の事業に深く関わるような技術、極論するとその脅威となるような技術を、積極的にやってくれというふうに言われていて、電話の応対の自動化っていうものを将来的に目指していこうと思ってまして、でそれが一番技術の根幹に関わると思いましたので、そこは重要度を上げて作業しました。さらに期待を込めるのであれば、感情分析ではないですけれども、音声の抑揚であったりとか、それこそこうお客様にお礼を言うときには明るい声になっているか、謝罪をするときにはトーンが下がっているかですとか、間の取り方が適切かどうかとか、そういったところの応対の品質面のチェックまでもっとこの AI の中で解析ができていくと、もっといいかなという期待はあります。最新技術の活用検証をスピーディーに幅広く進めるため、生成 AI プロジェクトの活動も始まっています。一人当たりの生産性が上がって、今よりさらに皆さん のお客様の声を聞く能力というのを活かせるようになって、でそこが価値を生むってなると、社員の皆様と私が幸せになるかなと思ってるんで、そういう未来を作れたらいいなって思ってます。最終的に目指しているのはエンドユーザーとの電話応対を自動化するソリューションを作りたいと思ってます。というのもカスタマーサポートで最も大きなチャンネルって電話応対ですし、やはり今の事業に深く関わる技術であっても取り組んでいくっていうのが自分たちのやることだと思っているので、それをやっていきたいなと思っています。 And so being able to build technology and then deploy it and in the contact centers and actually help with this interaction between the customer and the contact centerIt's a really exciting activity, and I think it's also one of the key areas for this technology. So I'm very excited to be at the forefront of this and really building together with Bell System the next generation technology. 要するにスキルによらない、時間にもよらないし、場所にもよらないし、スキルにもよらないっていう、こう非常にこう働き方を本質的に変えていくようなですね、そういうこう大きな狙いというか、社会的な目的があります。この世界には人々のさまざまな声がある。そのすべてに応えるためには決して決まった方法があるわけではない。耳を傾け、対話を重ね、テクノロジーの力を生かして、やっとたどり着ける答えがある。その声にどう応えるか。 The Voice Produced byBell System 24